めっちゃ笑う。ゲボハハハハ。ワンピースのキャラみたいな笑い方しますもん。はい、ごきげんよう。金髪巨乳清楚ゲーム激うま VTuber 嘆きのアリアです。さあ、今回もですね、風のクロノア2、世界が望んだ忘れ物、やっていきたいと思います。前回ですね、ノスタルジックな思い出の美術館に行きまして、まあ鏡に映った思い出、ロロちゃんが他の巫女たちに落ちこぼれって言われてしまっていたっていうね、はい、思い出を見ました。でね、まあロロちゃん的には結構泣いちゃって落ち込んでる感じだったんですが、果たして今回はどうなるかというところでね、あれ今気づいたんですけど、金か、金がありそうなこの窓岩峠行っていきたいと思います。ということで、ループルドゥ。さて、まだ歩みが遅い、落ち込んでますねロロちゃんね。うん、ほんと全然ね、利用してもらっていいんですけどね、使えるものは使っていただきたい。クロノア君もいまいちどう言葉をかけていいかがわかんない様子。これが惑いの鐘か。まあ惑いの鐘っていうぐらいだから、そうか、人の心をね、かき乱すような光景が映ったりしますよね。邪魔っ気な枯れ木、枯れ木を越えていかないと、まあなんかツルをうまく使えばいけそうな気しますけどね。邪魔っ気で老木が喋った。よそ者とはいかにも珍しい。察するところ、そうですそうです、察しが良くて助かる。惑いの鐘に用があります。5つ目の鐘が現れようとしている。そうですね、封印しないといけない。これで3つ目かな、3つ目、安らぎ、いや4つ目、3つ目、わかんないですね。封印、お前が、そうです。めっちゃ笑う。ゲボハハハハ。ワンピースのキャラみたいな笑い方しますもん。何がおかしいんだ。なぜお前が世界を救おうとする。お、どういうことですか。なぜお前たちがわざわざ世界を背負おうとするの。うん、なるほど。主人公か、ポプカ君主人公説。世界を救うのに理由なんかいるかよ。熱いですね。果たしてそうかな。そこの娘はそうでもないようだ。あー、なるほど。世界を救うよりもやっぱ、巫女を見返すっていうことの方がモチベは大きいみたいな。今尻尾ぴょこんってなったの可愛かったですね。この老木、やり上がりますね。察しがいい。ロロを悪く言うな。悪く言うつもりはない。うん。だが、今一度確かめる必要はありそうだ。ほう、なるほど。確かめ。え？何ですか？卵？久しぶりの客だ。もてなさせてもらうよ。え？大物感ありますね、この老木。ロロ！あー、ロロちゃんが。私。あー、ロロちゃんが。動けない。あー、がっくり来ちゃった。いいのに、いいのに、気にしなくていいのに、ちょっと攻撃してる。バカ。ロロがいなければ、そう、クロノアリングが打てないだろ。全部ロロちゃんの力でもあるんですよ。重鳥ポロンテ。あ、リング本当に打てない。リング本当に打てない。巨院長。BGM かっこいい。テンションが上がる。なんか、いいですね。山みたいな、山みたいな感じの BGM をしてますね。ここ多分話の中でも結構なターニングポイントになると思うんですよ。あれを使って加速して追いつけってことか。多分わかんないですけど。よし、とりあえず今はリングが打てないので、できることをしていくしかないですね。うわばばばば。あの、この輪っかみたいなやつの力を使わないとどんどん失速していきます。体力回復できなかった。痛い。ちょっとずつ、これこの距離で撃たれたら攻撃できないですけど、だいぶ離されちゃって、てい回復が、あ、ちょっと取れましたね。おお、なるほど。加速して体当たりすることでダメージを与えられる。
逆に言うと今はそれ以外の攻撃手段が何もない。ふっ、物理ですね。物理で攻めていくしかない。痛い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 。難しい難しい。体力回復テイヤー。あと1回か2回ぐらい。だいぶなんか卵の殻がにひびが入ってきているような予感。テイ、あいつ鳥って言ってるから、もしかして中になんかあるのかな。オラー、あと一発。いや、お、割れた割れた、殻が割れた。え、あ、鳥だ、しっかり鳥だ。怒ってる。だいぶクロノアも疲弊してますね。いいのかよロロ。ポプカ君の私に世界を救う資格なんて、世界を救うのに資格なんていらないと思いますけどね。さっきポプカ君が言った言葉の通りだと思う。バーカ。お、ポプカ君、本当に主人公みたいないいことを言う。資格なんてどうだっていい。見ろよあいつ、クロノア君。うん、しっかりとした目をしている。あいつにとっちゃここは見知らぬ世界。そうですね、別のところから来た。でもあいつはああやって頑張ってる。ポプカ君主人公だな。世界を救いたいから必死になってるのか。うん、違う、がむしゃらなんだよ。単純なんだよ。単純バカだから前に進むんだよ。言い方言い方。でもそうですよね、まっすぐなんですよね、とにかくね。ロロもバカなんだからさ。とりあえず前にぐらい進んどけよ。でもこれは名言ですね、ポプカ君の名言だと思う。バカなんだから前に進め。ロロちゃんどうでしょう、この言葉を受けて。ひどい、バカだなんて。それで慰めてるつもり。怒った、涙を拭いて笑顔。怒った、でもありがとう。あー、いいいい、これすごいいい、好き。許してくれるかな。いや、クロノア君は許してくれるでしょ、頑張り次第じゃないの。確かに、うん、頑張りましょう。行った、ルプルドゥ。よし、これでリングが使えるようになりましたね。みんなで力を合わせて。おお、 BGM がかっこよくなった。行きましょう。負けたくないな、この展開のもと負けたくないな。よし、頑張っていきましょう。とりあえず展開は同じで良いのでしょうか。なんかいっぱい出てきましたけど、あ、違う、あの敵を捕まえて多分撃つ。やはりもう一匹ぐらい届くか。届かなかったですね、阻まれちゃった。よーし、みんなで力を合わせて世界を救いましょうよ。そんなね、世界を救うのに耐えそれた言葉なんていらないんですよ。救いたいから救うでいいんです。いきますわよ。敵を出してくれないと私は何もできない。ある意味で敵との共同戦線でもあります。トゥラー、外した。でもだいぶ追い詰めてるはず。あ、ここで強制的にちょっと距離を離されるわけですね。よし、さあルーチンが分かればあとは普通に行くだけ。さあ近づきましたよ、敵を出しなさい。みんなの力合わせていきましょう。倒したか。お、倒しましたか。ビジョンクリア、みんなの力が合わされば楽勝ですね。ゲボ、見事見事、認められましたかね。お前たちの、お前の覚悟しかと見せてもらったぞ。どっちかっていうとロロちゃんの覚悟ですかね。それでいい、
世界など所詮は結果だ。あ、この老木さんが言うことも深いですね。世界など所詮は結果。ミラミラは惑いのため。うん、惑いもまた自分の一部、迷うこともあるけど進んでいくことも大事と。惑いを受け入れ前に進めば世界の方からついてこよう。この老木めっちゃいいこと言う。名言メーカーですね。お、何ですか。あ、金。エレメントを持って行け。すごい触れやすいところに作ってくれましたね。では金を鳴らしますか。コン。金が鳴りました。惑いの金が鳴った。惑いと争いと楽しみと安らぎ。あれ、4つ揃ってますね、これ実は。あ、4つ揃いましたね、実はね。一番最初の寺院にあったやつと、あと、ジョイラントと、ボルクと、ミラミラで。あ、4つ揃いましたね。4つって言ってましたよね。うん。あ、揃った。揃いました。よし。これで、バグジのところに戻ればいい感じですかね。じゃあ戻っちゃいましょう。とてててててて、とてててて、結構だいぶ遠くまで旅してきたんですね。よし。ではバグジのところへ行っちゃいましょう。リプルドゥー。これで、すべてのエレメントを取り出したわけだな。そうか、一個は、ボルクのところはレオリナが持ってるわけですね。レオリナを追っかけよう。まあ、落ち着け。エレメントを見せてくれんか。安らぎと楽しみと惑いかな。はい、3つですね。なるほど、これで4つ集まん？これで4つ集まった。もしかしてバグジさんがもうレオリナから回収してるとか。待って、こいつバグジと匂いが違う。まさかそんなことまでできるんですか。それはそうだろう。ああ、レオリナ。そんな器用なことまでできるんですね。声真似うまい。バグジは留守みたいだったんでね。ああ。留守。パッと。ほい、ほいさ。すごい。投げた。走った。これで4つ揃ってしまいましたね。私の勝ちだ。勝ちだ。勝ち負けなのかな。世界が救われればまあ。なんだ。これで全部揃った。エレメント。これで？なんかレオリナも相応の目的がありそうな気がしますけどね。見返してやる。見返してやる？安らぎに、喜びに。見返してやる？なんか、ロロちゃんと同じような感じなのかな。なんか、やっぱり、空賊の世界でバカにされたとか、そういうこと？うん。私を捨てた連中を。私を捨てた？夢の声。見返してやるんだ。夢の声ってもしかして最初の方で、助けてって言ってたのってレオリナの声だった。あれ、消えた。いなくなった。見返してやるんだーって言って消えた。どうしましょうね。方針がわからない。バグジもいなかったってのが気になるし。そう、バグジはどこに行ったんだ。大巫女様にお伺いを立てましょう。うん、そうですね。うわうわ、地震が。今のは異変が激しくなってる。エレメントが4つ揃ったせいで。行きましょう。よし。ではひとまずもう一回ここまでやってしまいましょう。苦しみの聖地。苦しみの聖地。なんかマップ名が変わっている。切っとこうかな。はい、ではね、今回はこの辺りにさせていただいて、次回ね、大巫女様に会いに、なんかマップ名が変わってるのがすごい気になるんですけれども、苦しみの聖地、やっていきたいと思います。といった感じで、嘆きのアリアがお送りいたしました。ご視聴ありがとうございました。